あ、ごめん。これ図書室持ってくの？はい。じゃあ手伝うよ。なんで手伝ってくれるの？なんで微笑んできたの？あんなに優しくしてくるの絶対おかしい。青野くんが好きです。え？じゃあ付き合ってみますか？俺でよければ。青野くんは付き合って2週間で死にました。うわ、何やってんだよ。触れないよ、幽霊だろ。だったら死ぬしかないじゃない。君は生き返れないんだから。ずっと君のそばにいるから。だから死ぬなんて言わないで。青野くんってひょいとかってできるの？君の中にちゃんと俺を招いて。私に入ってみますか？青野くんが幽霊になって帰ってきたこと信じてくれませんか？あんたさ、そういう冗談。冗談じゃないです。俺は怨霊なのかもしれない。君を呪い殺してしまうかも。青野くんはそんなことしないよ。青野が悪霊にならないでちゃんと成仏できるようにしてあげようぜ。死んだ彼氏が幽霊になって戻ってくる女の子、あれあなたの話でしょ。あんた本当に青野を成仏させたいんだよな。青野くんのそばにいられれば他には何もいらない。